皆さん、こんにちは。今回はビューティーワールドのじんわりオイルが滲み出るオイルインキューティクルプッシャーペンというものをレビューしたいと思います。こちらは先日、フジテレビの目覚ましテレビで紹介された商品で甘皮のケアが手軽にできるというものです。ちょっと気になったので購入してみました。東急ハンズ新宿店では1ヶ月に550個売れている人気の商品みたいで、 どんな感じなのか実際にケアをしてみたいと思いますぜひ最後までご覧くださいそれではスタートでは早速やっていきたいと思います こちらが、あの、目覚ましテレビでご紹介された、オイルインキューティクルプシャーペンというものです。これがお値段ですね。多分これ税抜き価格480円で、税込みだと528円ですね。私は Amazon で購入したんですけど、Amazon とか楽天の方が少しお安いかなと思います。ペンみたいで筆箱とかに入れれそうなサイズ感です。ポーチとかに入れてもかさばらないかも。使い方はこちらに書いてありますね。ペンの先端 で少しずつ甘皮を押し上げていきますで甘皮の下から出てきた薄皮を面の部分でくるくるしながら取り除きますっていうことですねてかこれ成分何なんだろうなんかオイルの成分が何っていうのが表記がないんですけどでもなんかここに「オリーブオイル」って書いてあるのなんか書いてないんですよね書いてない内容量は 1.5ml って書いてあります、まあ、い,いやちょっと早速開けてみますなんか押したり回したりとかじゃなくてあ出てる もうすでにここに染み渡ってる感じですね。無印にもセラミックのマカワプッシャーでオイルが出てくるやつあったんですけど、あれは確かクリクリクリって回すとこからじわーってオイルが出てくるタイプだったんですけど、これはなんか押したり回したりしなくても、ここに本当にじんわりと 染み出てますね。ここがセラミックプッシャーになっているんですね。なので、ここでキュッキュッととりあえず甘皮を仕上げていく感じです。このセラミックプッシャーになっているので、 こうやって優しく押し上げていく感じです。セルフで甘皮ケアをしようっていう場合は楽かもしれない。これ一本あればとりあえずできるんで、他にキューティクルリムーバーとか揃えなくていいので、これは手軽かも確かに。押し上げるときは多分この角度っていうよりも、ちょっとこう隙間を開けてこういう角度の方がやりやすいと思います。押し上がった下にある薄皮を取り除いていくんですけど、その時はペタッと合わせ 合せた方が爪表面についている角質みたいなそういう皮を取り除きやすいかなと思うのでなので最初に押し上げるときはこういう角度でこうやって少しずつ優しく押し上げてその後はこの角度をこうペタッとででクリクリクリ円を描くようなイメージで爪の表面をこそぎ取るような感じでやるといいかもしれないですちょっとやってみますあねなるほど でもこれね、なんかね、やりやすいかも。ここにオイルがこう、滲み出てくる感じがあるので、なんか爪を傷めずに優しくケアできますね。えー、これはでもいいかも。なんか人気な理由はわかる。5本ともケアをしてみたんですけど、ちゃんと甘皮も仕上がりますし、その押し上がった下にあるの薄皮みたいなルーススキンって言われるものも綺麗に取り除けました。でもただ、やっぱりこう、 クリクリしたものがなんとなくここに残ってそうな気がするのでこれをちょっとガーゼクリーンした方がいいかなと思いますこういう使い捨ておしぼりですねこれをちょっと親指に巻きつけてでこれでちょっと取り除くとさらに綺麗になるんじゃないかなと思いますこのオイルの感じもすごいベタベタってあのすごくいっぱい出るわけじゃなくてちょうどいい量がここからにじみ出るんですよこうねっ。 でもただマニキュアとかジェルを塗る場合は必ずこの爪の表面の油分を取り除いてくださいオイルもすごいいい匂いするんですよ何の匂いだろうなんかアロマの匂い一切そういう情報が こちらのパッケージには記載されてないんですよね。何の匂いだとか、なんか何のオイルとか、成分の表示がこのパッケージにはないんですけど、そう、それがちょっと気になるところではあります。個人的には、あの、ネイルをする前のケアとしては取れやすくなっちゃうと思うんです。前日にケアをして次の日にマニキュアとかジェルを塗るとか、そういう感じの方がいいかもしれないですけど、とにかく手軽にケアできるっていう点ではすごく いいいなと思いましたこんな感じでその蓋付きなのであのちょっとポーチとかに入れてちょっと気が向いた時にささっとやれる感じも。 すごくいいと思いますこんな感じで今回はビューティーワールドのオイルインキューティクループシャーペンというものをレビューしてみました手軽に甘皮ケアをやりたいなっていう方にすごくいいなと思いました気になる方は概要欄にリンクを貼っておきますのでぜひチェックしてみてください最後までご覧いただきましてありがとうございました